どうもオットガジェット太郎 DJ 太郎です、ベストギア読者の皆さん、今回のですね最新号のオットガジェット太郎ね、見ていただいて、今回もですね、まあ、あの指一本で、音楽を楽しむことができる iOS デバイス用のアプリっていうのを紹介してるんですけど、まあ、紙面を読んだだけだと本当にできるのっていう方にはこちらの映像の方でも本当にできるよっていうのをチェックしていただこうということで今回も行っております。で今回ねご紹介する、アプリはですねフィギュアというアプリですね。フィギュア、はい、これはですね実はあのスウェーデン の僕とかが普段曲を作ったりするときに、コンピューターであの音楽を作るための DAW ソフトっていうのがあるんですけど、リーズンっていうソフトを実は作ってるメーカーなんですね、ところがですねなんと85円という破格で本当指一本で適当にやってもそれなりにいい感じの曲がちょこっとできちゃうっていうね。はい。まあ、あの音楽的な知識っていうのも、全くいらないです。ちょっとした好奇心と85円というお金があればできちゃう。はい。じゃあフィギュアを早速ご紹介したいと思います。さあ、ダウンロードするとですね、まあ、あのトップ画面っていうのは、あの、こんなような感じになっておりまして、ちょっとね、デザインがポップな感じが可愛いんですね。で、まず最初は、イメージ、ポイント1、イメージを作りましょう。イメージね。まあ、テンポが大体どのくらいでとか、なんか雰囲気的にちょっとヒップホップっぽいのかね。エレクトロっぽいのかということで。で、下にソングってタブがあって、ここにあの、円形の、ゲージがあるんですけど、これをこう、縦になぞると、まあ、テンポが速くなったり、こう、遅くなったりとか。まあ、テンポ128ぐらいにしましょうかね。ちょっとポップなエレクトロ。みたいな感じにしたいと思います。で、キーとかの設定もまあできるんですけど、まあそれはあの実はね後からでも変えることができるんで、まあ、特にいいと思います。C っていう一番一般的なもので、でなんとなくイメージ。で、ポイント2、続いてはですね、まあまずこういう曲をやるときはドラムからやってみましょうと。で、このフィギュアではですね、ドラム、ベース、リードのシンセサイザーと、まあ3つの音を組み合わせることができます。ドラムです。そうすると、こう4つの青いバーがあって、またこの円形のやつがそれぞれについてますけど、キック、ね、このドシッとした、スネア、ハット、で、カウベルっていう、この、まあ、キック、スネア、ハットに1個なんかパカッションみたいな、これ4つで構成されてますけど、音色はこの今、TR、BOB って出てますけど、これ横にすると、変えることが、できるということなんですね。で、ここにまたなんかあの数字がね、このダイヤルの中に4212ってあるんですけど、これあのテンポを決めたらレックボタンを押すと、ほらクリックがさっきの128っていうね BPM 1分間にこう叩ける数字なんですけど、ね、このテンポに対してずっと押しっぱにしてると、もう勝手にやってくれるんですよ。なぞるっていうかただ押してるだけで、でこの数値が低いとあの単調で、数値が高いと複雑、勝手にテンポの中でやってくれると。はい。で、押しっぱにしてもいいし、自分の好きな、フレーズをそのタイミングで叩くもよし。じゃあ行ってみたいと思います。で、あのレックボタンを押してるとどんどん重なっていくので、いきますね。2小節分です。はい。押しっぱとちょっとこう自分の雰囲気で足してみました。いいね。で今度ハットです。これあの下だとちょっと弱くなって、上だと強い感じになります。最後最後押しっぱにしてみました。はい。これでドラム完成しました。次ベースですね。これもまたこうダイヤル式のものがあって、リズムっていうのが増えるとちょっとこうフレーズが複雑になります。でこっちのスケールっていうのが増えると音階が増えます。今これでやってみましょうか。3でやるとこうなぞると、横になぞると、まあ、こんな感じで
この数が増えるともっと音階の数が増えます。細かく。ただどこを押しても音楽的にはつじつまが合います。レンジっていうのをいじると高さ幅がもっと出ます。低い音だけか、それともちょっと高いのも含めるか、まあ、これもなんとなくでいいです。なんとなくでいきましょう。こうやってこうスケール、まあベースだからあんまりね、こうどっしりした感じで4で、まあ、リズムも6とか適当に。でこのドラムを聴きながら行ってみましょうか。いきますよ、カモン。かっこいいじゃない、でも適当。じゃこれに合わせて今度リードもやってみましょうか。ちょっと音色ゲームっぽいですね。録音しなくてもこうやって押すと雰囲気試せますから。じゃこの音でやってみましょうか。はい、もうこれできちゃったんでしょ、いい感じでしょ。はい、パート3はですね、まあこうやってこうタップしたりなぞったりっていうので、ベースとシンセサイザーの音を加えてみました。で今度はですねパート4です、スパイスを加えてみましょうっていう、これあの3つのパートで、まあ今1回打ったらもうこれで完成なんですけど、一度入れたフレーズがですね、イフェクトをかけたりとかするとですね、まあ、イフェクト効果ですね、あのカラオケでいうエコーみたいなのとか、そういうのをかけると同じフレーズなんでだいぶ音が違って聞こえるんですね。で、ドラム、ベース、リード、そのそれぞれに効果を加えることができます。下でいくとあのツイークスっていうやつなんですけどね、ツイートじゃないんですけどツイークスです。はい、でまあ、リードでまずちょっとやってみましょうか。はい、再生してみます。で他の音が混ざってると分かりにくいんで、これあのミックスってとこでそれぞれのパートの、まあ、音量とか実はミュートもかけられるんで、今この音だけにしますね。で、3つの項目があります。ディレイが多分一番分かりやすいですね、あのエコーみたいなやつです。これ位置変えると音の雰囲気変わります。聞いてください、響いてますね。いいですね。じゃあこの雰囲気にしてみましょうか。ちょっとこれやりすぎかな。じゃあ徐々に後半に行くごとになんかこうリバーブがかかってく、ディレイがかかってくみたいにしましょうか。これあのレックボタンを押しながら押すとなぞったデータも反映されます。いきます。ほら動いてるでしょ。で他にもあのいろんな効果を演出してくれるのが、それぞれついてます。でいまいち分かんなくても適当に何かやってみてください。あの雰囲気がどんどん変わっていくん でベースでもやってみましょうか。フィルターってのがついてますね、ベースの音をじゃあ復活させて、これこもったりとかするんですよね。ちょっとこうブリストルなブイブイな感じになりましたね。ドラムも変えられます。あんまりあのやるとわけわかんなくなっちゃうんですよね。多分ベース今やりすぎなんでイレースモードっていうのがあって消すこともできます。はい、いいじゃないですか。はい、これが、4です。で最後5ポイント5、ミックスしてみましょう。これあのただの2小節のループを作るだけなんですけど、まあ後から変化を加えたりとか、あとレックボタンを常に押せばまたフレーズの上書きっていうのができるんですね。それとあのさっきこうドラムだけ消したりとかベースだけ消したりとかで、このミックスの画面に行くとですね、パンプっていうのがあって、今50%になってるんですけど、パンプっていうのを100にするとですね、まあ簡単に言うと最近のこうエレクトロ系のハウスであのシンセがこうガン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 ってなるんですけど、これあのドラムのこういう音のがアタックがきついとこが鳴ってる時にこうキュッとしぼむような効果のことを
言うんですね。ダフトパンクみたいになったりとか、これだから今100にするとドラムとシンセだけ鳴らすとそういう感じになります。普通に鳴ってた音がなってるんですけど、これ100にするとなみたいな、はい、まあ、こういう効果をですね、最後はいろいろ変化させて、でまた新しいフレーズを入れたりするともう全く別の曲になるんで、ミックスできるとね。なのでオフィスでなんかつまんないけどなんか曲を聴くってほどでもないなとかね、ちょっとこうイヤホンとか電車の移動とか気分転換の時に見なくてもいいです。なぞるだけなんで、なんとなくフレーズを作ったらこれが今日の自分の BGM みたいなね、はい、二度と同じものを作るのなかなか難しいんで、でもどんな風にやってもある程度なっちゃうという、今回は、そんなフィギュアをご紹介しました。アップストアで、まあ、iPhone 用なんですけど iPad でも全然、今ちょうど iPad でやってますけどね、デザインも可愛いですし85円ですのでぜひゲットしてみてください。さあ、じゃあ最後はですね、なんとなくこのフィギュアでミックスしながらお別れしたいと思います。行ってみましょう。ではまた次回です。バイ。Thank you.